やっぱり王都は大きくてすごいな。歴史的な建造物や工芸品もあるし、好奇心の強いあなたには面白い街でしょうね。うん。ライフセット、よそ見してはぐれないでよ。あ、ごめん。大丈夫、しっかりしてますよ、この子は。それは分かってるわよ。今朝釣ったばかりの魚だよ。あんたたち旅の人だね。耳寄りな話があるよ。アルディナ草原方面への立ち入り制限がもうすぐ解除になるみたいだよ。おお、それは道寄りの情報じゃの。うまいこと言うね。それほどでもあるがの。アルトリウス様が同志になられたし、最近はゴーマの被害も減ってきている。いろいろと辛いことも多い世の中だけど、少しずついい方に向かってる気がしないかい。じゃのう、ヘラビーサを反壊させた恐ろしいゴーマは今も愉快に逃走中じゃがの。え、イズルトのハリア村はつい先日ゴーマ病で滅んだが、王都には関係ないでの。え、案ずるな。お主らの同志様と清涼様が世の中を救ってくださるんじゃろ。なんかあんたの話を聞いてると心配になってくるな。他に何か事件の情報を知ってたら教えてくれないか。うむ、青い血、溶けた体、はたまた悪魔のぬいぐるみの話が良いか。無駄話してるなら置いていくわよ。というわけで寄り道はおしまいじゃ。耳寄りの話をしてやれんですまんの。あ、ちょっと気になる。何この人だかりは。マジル一座の公演があったんだ。いや、噂通り最高の踊りが見れたよ。え、あのマジルーちゃんが。マギルーとな、いつの間にかわしのブームが来ておったのか。は、マギルーじゃなくてマジルーだよ。大人気の踊り子ルルーちゃんのことですよ。マジ最高なルルーちゃん、略してマジルー。こんな世の中だけど、マジルーの素敵な踊りを見ると生きる希望が湧いてくるんだよ。ふん、のんきなものね。こら、もっと悔しがらんか。紛らわしいので、わしらマギルー奇術団の名声が利用されておるんじゃぞ。名声って、何の活動もしてないでしょ。これからやろうと思ってたんじゃ。悪の商法、わしわし詐欺じゃよ。聞き捨てならないわね。あ、マジルーちゃん、今日の公演も最高だったよ。ありがとう。でも先生にはまだまだだって叱られちゃった。次はもっと頑張るから、また見に来てね。マジルーちゃんの師匠は、天才の名声を欲しいままにした舞踏家、バルタ。でも、バルタは怪我で舞台に立てなくなってしまった。彼女は、師匠の夢を受け継いで頑張ってるんですよ。お主がマジルーか。ええ、私と先生は、みんなに感動を届けるため、真剣に舞台をやっているの。インチキみたいに言われるのは許せないわ。許せんならどうする。どっちの芸が客を沸かせるか勝負してみるかい。いいわ、望むところよ。くだらん争いをするな、ルール。バルタ先生、でも未熟者が怒りを吐き出す暇があったら、その感情を心で噛み砕き舞台に流し込め。己を表現するのは舞台の上だけでいい。はい、先生。あ、先生、
また怪我の後遺症が。構わん、どうせもう踊れぬ体だ。そんなことよりお前こそ不調はないな。は、はい。よし、なら帰って練習だ。厳しいな。そうですね。けどバルタは孤児だったマジルーちゃんの才能を見抜いて、自分の全てを伝えるために養女にしたんだそうです。あの厳しさは期待の裏返しなんですよ。さっきからやけに詳しいな。ファンなんです、個人的に。同じ夢を追うしてか。それはそれはご立派な話じゃの。そういうわけで我らマギルー奇術団の公演を開くぞよ。演目は漫才じゃ。ちょ、話が見えないんですけど。さっきマジルーと勝負すると言ったじゃろ。じゃのにお主らと来たら曲芸の一つもできんし。ごめん。仕方ないでしょう、素人なんですから。くぅ、少しは申し訳なさそうに言え。い、本来なら日の輪くぐりでも強制したいところじゃが、本当に漫才で何とかしてやろうというのじゃ。漫才ならわしが場を回して面白くできる。せいぜいおいしくいじってやるから感謝せい。でもでも、マジルーちゃんと同じ舞台に立つなんて恐れ多い。お、さらりとやる気出したの。私は嫌よ。なんでそんな無駄なこと。無駄じゃないわい。公演が成功すれば大金が手に入るぞよ。しかも今はチャンスじゃ。マジルー一座と間違えて見に来るやつが多いはず。あっちの名声を利用する気満々だな。それじゃ、そういうリアクションをわしが転がせばドッカンドッカン受けまくりじゃよ。よくわからんが、そうか。ドッカンドッカン、自爆の間違いでしょ。おお、ベルベット、お主はツッコミでもいけそうじゃな。はあ、変な感心しないで。バカらしいが、金はあって困ることはないな。アイゼンまで決まりじゃな。あちこちの町におる興行主に話しかければわしのコネで公演を開けるはずじゃ。とりあえず全員とコンビを組んで、お主らのお笑いポテンシャルを見極めてやるぞよ。全員？俺もやるのか。無論じゃ、わしら全員でマギルー奇術団なんじゃから。どうなっちゃうんだろう。マジルーって名前を聞くと、なんとなくマギラニカのことを連想しちゃうのよね。マギラニカ？ああ、怪しげな見せ物一座にいた目に見えない式神と話せる少女じゃろ。そうそう、触らずに物を動かしたり、予言で探し物を見つけたりできた不思議な子、小さな魔女って一時期話題になったのよ。おかげでそやつを囲っておった一座は相当儲けたらしいの。ええ、けど悪毒やりすぎて王国の異端審問に引っかかったのよね。マギラニカはひどい拷問を受けたとか。じゃったじゃった、結構有名な話じゃよな。聞いたことないけど。それはそうでしょうね、私が若い娘自分の話だもの。マギル、あんたっていくつなの？いくつに見える？今のリアクションで同世代じゃないことはよく分かったわ。
司祭様はいつになったら戻ってこられるのかしら。ここだけの話、ギデオン様はゴーマに殺されたらしい。嘘でしょ。嘘じゃないぞ。ちょっと聞こえますよ。王宮で働いている知り合いからの情報なんだが、頭が狼、体がゴリラみたいな女ゴーマが犯人らしい。でもどうやってゴーマなんかが王宮に入り込めるの。王宮で権力争いしてる奴らが邪魔者を殺すためにこっそり離宮にゴーマを閉じ込めてたんだってさ。だから時々恐ろしい叫び声が離宮から聞こえてきたって言うんだよ。今もいるの。さあ逃げてしまったらしいけど、心配はいらないさ。さすがにもうこの町にはいないだろうし。ところがウィッチョン、ここにおるんじゃよ。注目せーい。いい加減にしなさいよ。夜が寒くて困るわね。宴席も手に入りにくいし。ヘラビーサの港がろくに動いてないらしいからな。ケララウス火山でいくら採掘しても出回らないんだ。清涼の方たちもそのことは気にかけてくださってる。辛いのはわしらだけじゃねえ。我慢しないとな。そうね、こういう時こそ子よりも善、アルトリウス様の教えを実践しないとね。その通りだ。アルトリウス様はきっとわしらのことも考えてくださっているはずだよ。考えてないわよ、あんたたちのことなんて。引き捨てならんな。子よりも善なんでしょ。アルトリウスが救いたいのは人間っていう善よ。名前のある個人なんて眼中にないわ。はっ、全然わかってないのね、あなたは。私たちを含めて人間全体なんでしょ。幸せね。すみません、この子は演説の時に城内に入れなくて、それで未だに拗ねているんです。そうなの。もうしょうがない子ね。うん、それにしてもあの演説は素晴らしかったな。エレノア、あんたは外で待ってて。タイマ氏が一緒にいることは警視庁のボスも知ってる。でも、わかりました。清涼に顔を見られたくない客もいるでしょう。ライフセット、あんたはエレノアについてなさい。うん、すぐに戻るから。わざわざ来てくれてありがとう。久しぶりね。ピーチパイ食べる？用件は？もう少し心に遊びを残しておきなさい。張り詰めた弓の鶴は切れやすいわよ。用件。この人を王都から連れ出してほしいの。気が臭い依頼ね。目的地は？お上の手が届かないところまで。そんな場所があったらこっちが知りたいわ。俺たちもそんな場所が必要なんだが、なかなかうまい話はなくてな。そういえばここしばらく清涼本部と監獄とタイタニアの連絡が途絶えてるって噂よ。監獄と？監獄島は清涼が管理している施設。それが連絡もつかないほどの状況になったというのか。東大元暮らし、監獄島は使えるかもしれない。
アジトにか。確かにあそこならクーマが食べる汚れも多そうだ。しかも逃げ出した囚人が好き好んで戻るとは、お行儀のいい清涼は勘がいいんじゃろうしな。少なくとも状況を確かめる価値はある。お役に立てたかしらね。ええ、でももう一つ、清涼がゴーマをかくまっているって情報はない？離宮にいたゴーマなら別の場所へ移ったようよ。どこへ？今言えるようなことはないけれど、近いうちに必ず。わかった。こいつを逃がす報酬はゴーマの情報よ。承知したわ。アイゼン副長、メルキオルとやり合った件は聞いたわ。情報をつかめなくてごめんなさい。あれは乾杯じゃったな。いい、もう済んだことだ。アイフリードのこと諦めるの？いや、アイフリード海賊団は清涼の計画を潰しに動く。俺たちがでかい被害を与えれば、清涼はアイフリードに人質の価値を見出すはずだ。罠を仕掛けてきた時を狙ってあいつを奪い返す。攻撃で活路を開こうってわけか。さすがだな。アイフリードならこの策を取る。それだけのことだ。遅いですね。うん。お前に同志の特命を授ける。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス清涼本部に回収せよ。どうかした？あ、ちょっと街を歩きませんか？私が王都を案内してあげます。でも私のこと信用できませんよね。ううん、そんなことないよ。僕、エレノアとオートを見たいな。ライフィセット。あ、でもまた今度にしましょう。どうして？それはほら、ベルベットが怒るし。私が何？話は終わったのですね。そちらは？闇の組織の親分から預かったお宝じゃ。悪党に奪われぬよう、監獄島へ隠しに行くぞよ。なぜ監獄島に？一体どういう方なのですか？聞いてない。はぁ？なんか、いい匂いがする。え？クンクンしてないで、行くわよ。あのマントの人、どういう人なんだろう。わかりません。けど、連れている鷹はとてもよく訓練されているようですね。鷹狩りに使う鷹、かな。おそらく。育てるにはお金も時間も相当かかるはずです。ライフセット？やっぱりいい匂いがする。ですよね。この匂い、前にもどこかで。まさか。何？二人並んでクンクンしちゃって。わかった。犬の兄弟ごっこじゃろ。違うよ、犬じゃなくて鷹が問題で。はあ？すみません、行儀が悪かったですね。まったく、素性も目的も知らずに依頼を受けるなんて。知らない方が。面倒がないのよ。
リの魚だよ。飛び入りでお笑い公演をやらせてくれんかのう。相方は駆け出しの東城じゃが、わしのバーターで割り込みしくやろじゃ。マギちゃんの頼みじゃ NG れないけど、ギャラは取っ払い、あごわし込みのデー100ってとこで。 VC じゃのう。しかも大鳥がケツカッチンなのに埋設が土地って巻き入ってるんで。ドイヒじゃが、でそれ慶応じゃ。何言ってるか全然わかんない。では行くぞよベルベット。お主がツッコミじゃ。あ、私？わしがボケ倒すから、お主はいつも通りクールぶってツッコめばよい。時々会場の男どもを、餌を欲しがる豚を見下す目で見てやれば、さらにポイントゲットじゃん。ちょっと待って、意味わからないし、心の準備が。もう遅い、すでに幕は上がっておる。漫才コンビ、マギーベルじゃよ。マギンプイ。新人じゃけど頑張っていくんで、今日は顔と名前だけでも覚えていっておくれ。この愛くるしいのがマギーで、こっちの単に苦しげなのが、これこれ、どうしたんじゃベル。元気出さんといかんぞよ。お主なんて元気だけが取り柄なんじゃから。そんなこと言われても。ちょっと中になんか詰まってるみたいじゃな。そうじゃ、一回深呼吸しよ。ちょっとすみません。どういうつもりじゃベルベット、客ドン引きじゃぞ。仕方ないでしょ、こんな大勢の前で喋ったことないんだから。お主、ひょっとして緊張しとるのか。悪い柄にもないことを。タイマシを食らう勢いでハキハキ喋らんか。お茶言わないでよ、恥ずかしい。乙女か。乙女よ。それ、そういうのを声張って言うんじゃ。無理だし、嫌よ。貴様、それでも芸人か。芸の道を歩き出した時の情熱はどうしたんじゃ。違うし、そんなもんないわよ。いや、わしにもわかる。お主の中には燃え盛る芸人魂が。もういいわ、あんたとはやってられない。どうも、失礼しました。初めて見たよ、つかみとオチ以外ひそひそ話の漫才なんて。新たな笑いを狙ったんじゃが、どうだったじゃろう。ふう、二度と来るな。そりゃそうよね、本番でそのツッコミをせんか。
から高いって、足元見すぎだろ。これ以下をお望みならどこかの慈善家を探していただいた方がよろしいかと。また何か揉めてる。しなさい、ベイビック。あれ、俺補給の交渉をしてて。物資は適化で、いえ自由にお持ちください。人間は営利行為などではなく、私心なく交易に奉仕することでの自己実現を達成すべきであり。あ、本当にいいのかよ。いや、私は何を。ボーモ、今のを感じたかい。うん、もう消えたけど、北の方から強い波みたいな力が来た。精霊が持つ力の支配権、領域だ。ここの北って聖主の御座からか。カノヌシとアルトリウスが何かやったってことか。わからない。嫌な予感がする。急いでここを離れた方が良さそうだな。人生か。気持ち悪いが、タバサからの依頼が先だ。アジトも見つけなきゃだしな。そうね。おい、親父、大丈夫か。何言ってやがんだ、この若造が。ずいぶん威勢がいいな。いや、だってさ、いきなりバカ丁寧な話し方で、これまでの付けはもう結構でございますって。冗談は顔だけにしやがれ。冗談じゃねえって、確かに親父がそう言ってたよな。言ってたよ。でも俺もお前も変だったぜ。お前は俺に先に買い物をどうぞって言うし、俺もいやいや俺なんか後でいいって。普段なら絶対にお前だけには負けたくねえのによ。そう言われりゃそうだな。親父が月をチャラにしてくれるって言ってんのに、金を踏み倒すなんて人間の道に反するって思った。自分を見失っているのに記憶はある。精神的な抑制がかかったということか。一体何だったんだろうな、さっきのは。よく分からねえけど。親父、やっぱりツケをチャラにしてもらってもいいか。俺もバカ野郎、てめえらのツケをチャラにしたら首が回らなくなっちまうだろうが。さっさと払いやがれ。みんな何かおかしくなってたんだね。ああ、やはり何かが始まろうとしている。ちょっと寄っていかないか。おう、開門要塞が閉じたせいで、レニード校の商人は最近儲かってるんだってな。いやいや、そんな、旦那ほどじゃないですよ。開門要塞が封鎖されたせいで、儲かる人がいる？ノースガンドへ行く連中は、ウエストガンドを大回りしなきゃならん。補給でレニード校に寄る船が増えてんだろうが。それはそうですけどね。ま、開門が復旧するまでの、期間限定ってやつですよ。レニードの連中が清涼に金を握らせて、開門要塞の修理を遅らせてるんじゃないだろうな。そういう話は、清涼には通じないでしょう。
教会のやつならまだしも。なんだよ、教会とつるんでやがるのか。例えばですってば。何かと黒い噂もあるでしょ、司祭たちには。開門要塞が封鎖されたことで困る人ばかりじゃないんだね。どんなことにも裏と表があるということだ。お主のコインは裏しか出んがの。